続きまして第4試合はサマーパッションバトル6と題して行われます。まずは赤コーナーフリーダムフォースの3選手です。吉田真理子選手、はい、乗りに乗ってますね、このグループはね。はい、今日も3人で力を合わせて勝ちを狙いに行きたいと思います。はい、頑張ってください。そして伊藤薫選手です。どうですか？そうですね、負けが多いんで勝ちます。さあ、そしてこれは5人目のフリーダムフォースということになるんでしょうか。ブリザード由紀選手ですが、意気込みを聞かせてください。そうですね、この間ブリザードをやった時はちょっと何試合も1日でやったんですけど、今日はまあ1試合なんでこれに全部を尽くして頑張れるんで、はい、それぞれが輝いていただきたいと思います。さあ、そして青コーナーの3選手です。まずは山田俊夫選手、今日はね、本当に皆さん華やかなコスチュームですけれども ね前半なのになぜかみんな慎重してるんですよね。またそういうふうに怒らないで、頑張ってください。怒ってないですよ。怒ってないですか？はい、今日はどんな意気込みですか？そうですね、まあ軍団の骨ぶっ子たち、頑張りたいと思います。わあ、厳しい意見ですけど、でもブリザード行きですけどね、一人は。そうですね、5人目の選手が入ってますからね、はい、さあ、そして井上貴子選手も、はい、今日もまたよく慎重してきますね。はい、どんな気持ちで今日は戦いますか？いや、楽に。今日は軍団カス組厳しい厳しいだから厳しい意見が続いてますね、うん、なんで、まあ、楽に頑張って、赤丸急上昇中の鍋くんが頑張ってくれるでしょう、今日は。はい、その赤丸急上昇の渡辺智子選手ですけどもね。どうですか今日は？いや そうですね、あのオールパシフィックチャンピオン、 3WS 世界タッグチャンピオンの、世界のチャンピオン、いや世界のチャンピオンにはまずここは出させないように私が取りますとか言って、そういったね、はい、意味でも面白いタッチワークが見られるのではないでしょうか。青コーナーに花が
さあ第4試合です。サマーパッションバトル630分一本勝負6面タッグマッチであります。山田敏夫、井上貴子、渡辺智子組対ブリザード雪、吉田麻里子、伊藤薫の、まあ、フリーダムフォースの3人ということになります。あの第4試合にしてもうこんなメンバー出てきちゃうのすごいですよ ね、はい、随分贅沢な、ね、まあ、6人タッグマッチですね、はい。まあ、ブリザードこの中でね、ブリザード雪がですね、はい、まあ、武道館初登場、あの 4.2 のね、夢の駆け足東京ドーム以来5ヶ月ぶりの登場ということで、まあ、ファンもですね、このブリザード雪に何といっても注目が集まっているわけですけれども、まずは先発にそのブリザード雪が、おっとロープに飛ばしたその勢いでコーナーにいる山田敏夫にバックドロップキックを浴びせていった。そう、いきなり行くか、いきなり行くか、おー、ノータッチ、素晴らしい、ノータッチ飛び込むヒーロー、素晴らしかったですね。まあ、女子でこのノータッチで、ね、飛び込みやる人ってのはね、このブリザード雪ぐらいですよね。今素晴らしかったですね、はい。さあ、また長谷川早紀江とは一味も違ったファイトスタイルを見せてくれるこのブリザード雪。おー、しかし3人でフリーダムフォース揃い踏みであります。おー、渡辺智子を徹底的にいたぶっていこうというところか。あーっと、なんとなんか変則ですけれども、ロコモーション式にドロップキック、ミサイルキックの速射砲であります。カウント2、ブリザード雪新マスクですって。これ新着ですか。あ、でも伊藤カルもこれ、おお、そうですね、あーっと、渡辺らしい怒りの払い腰、怒りの払い腰をもう一発いくのか。あー、素晴らしい切れ味十分であります。まあ、当然この伊藤カルも柔道出身、しかしまあこの渡辺のね、渡辺でも徐々に、はい、注目集まってきてますから。あー、高子のコスチュームもまたこれすごいですね。なんかピカピカとですね、照明がうまく反射して、ね、はい。ああ、高子もまあ先日の実は大阪府立体育会館で、3W のタッグをですね、はい、防衛したばかりということで乗りに乗っている井上高子。今度は山田敏夫と伊藤薫であります。コーナーに振って串刺しのラリアット。さあ、山田のこの辺は独壇場でアラブスキリオチンを落としていった。すかさずバックからフェイスロック、ぐいぐいと締め上げていこうというところ。おっと、うまく腕を取って返したが、そうはさせない。やっぱりここ序盤戦ですけれども、ここまで展開を見ると、はい、フリーダムフォース、ブリザード雪、吉田、それから伊藤の方が、はい、トリオ、3人としての動きになってますよね。そうですね、まあ、どちらかというと、渡辺貴子、山田、バラバラですもんね。急増というかですね、まあ、こういう方は変ですけれども、数を余った人を連れてきたみたいな、まあ、そんな、まあ、そういう3人になっちゃいましたからね。そうですね、高子選手特にタッグのチャンピオンを持っていて、そのパートナーが別のところにいて、そうなんですよね、今日はシングル戦やるんでね、この中に組み込まれてるっていう状態ですよね、はい。で、今なんかこの展開で見ますと、山田選手が入ってきたことで、山田選手は完全にこれ一人で試合の動きを止めてしまったというかですね。なるほど、そういったなんか空気が変わりましたね、ちょっとね、リングの中で。山田敏夫、オールパシフィックのチャンピオンベルトを持っているんですけれども、はい、まあ、前場におけるですね、今山田のポジションといいましょうか、だいぶこの微妙な、ね、位置に、はい、今差し掛かっている、そんな状況ですよね、山田、はい。まあ、この辺りで一つですね、何かをきっかけにですね、ブレイクしていかないと、この山田もですね、うかうかとですね、まあ、後陣からどんどん追い上げ来てますので、うかうかともしていられない、そんな立場にある気がいたしますが、渡辺智子、まあ、逆にこの渡辺なんかはですね、最近めっぽう動きが良くなってきました。徐々に注目を集めるなんか場面に出てくるようになりましたよね、はい。そうですね、まあ、
しかし先ほどはちょっと気になっているのはこの伊藤がやられっぱなしという状況なんですけれども、まだ伊藤らしさがみじんも出ていませんが、はい、まあ、僕なんかは伊藤は安心してられるんですよね。あ、なるほど、まあ、この人もね、散々前半戦やられていながら突然生き返っちゃうような、元気ですからね、無尽蔵のスタミナの持ち主ですからね、今やられてもそんなに、まあ伊藤なら大丈夫だろうっていうのはそういうイメージがありますけれども、はい、そうじゃないんですかね。いやそれにしてもこの鍋の渡辺智子のこのふてぶてしさをどうに言ってきた感じがしますけれども、だいぶその気持ちの中でもこのジャパングランプリからですね、だいぶ渡辺智子を吹っ切れた感じがありまして、はい、非常にこの動きがいいですよね。あ、うまく横回転し斜めから入りましたね、はい、一応チェンジして、はい、さあブリザード行き、いきなりドロップキックだ。あ、この絡みもなかなか面白い、ブリザード行きと井上貴子。おっと、今のはフェイスクラッシュセタッシャーですか。あ、かかと落としか、ちょっと今当たりは浅かったが、かかと落としを、あ、ニールキックをうまく外して、あ、この辺りの蹴り方、あ、高子らしいか。逆にかかと落としをブリザード雪の後頭部にぶっ刺していった、そんな感じであります。おっと、場外へ逃げるブリザード雪を、あ、なんでしょうか、あ、場外へ超スラム強烈。今ちょっと一瞬武道館の床がドスンという地響きを立てましたけれども、大丈夫なのかブリザード雪。いやー、井上貴子も堂々としたですね、このレスリング。もうなんか貴子のその色といいましょうか、スタイルというのは完全に板についてきましたね。はい、まあ、もちろんスタイル持ってる選手ですよね、自分ね、はい、意外と珍しいとか、ま、目新しい、ブリザード行くとやばいことしよう、はい、ん、しかしすかさず吉田がタッチ。あ、今日は吉田なんか久しぶりの登場というか、満を持しての登場は吉田麻里子。やっぱり肩パッドが似合いますね、吉田ね、はい、そしてまあこのフリーダムフォースのですね、白のあれ、まあ、腕組んじゃダメなんですよ、あの、あ、手四つに組んだ瞬間山田蹴りが飛んできますから、ね、ローキック飛ばしますもんね。あ、うまい、今度は逆にストンピングで返していった。吉田とこの山田、張り手だ張り手だ、張り手合戦か。さあ吉田が、あー、ロープに振って張り手を見舞おうというところ、カウンターのトラースキック、もろに顔面を捉えましたよ。今吉田大丈夫か、へそ投げバックドロップ、高角度であります。さあカウントどうか、カウント2、井上貴子と、おっと今度は合体か。さあ急増トリオの合体、ドロップキック3連発であります。あー、すごいデンジャラスバックドロップ、赤子そうですよね、デンジャラス高角度バックドロップ、膝を固めての、あー、危ない危ない、超高角度バックドロップ。吉田麻里子は首に当然古傷を背負っているわけであります。なんというえげつない攻撃でしょうか、井上貴子。まあそれにしてもね、この貴子は吉田とやるときはですね、また強烈にこの首攻めをですね、そうですね、やるんですよね、意地悪く、ジャパングランプリの時も必要に首を攻め込んでいたんですけれども、今度は渡辺の重量感あるヒップドロップ、まああれはいいですよね、はい、あ、これがまたすごい、トップロープからドンピシャリのタイミングでヒップドロップ、危ない、いや吉田麻里子あわやカウント3入ってしまったかといった瞬間でありましたが、カウント 2.8、 三角飛びからのプランチャーは得意技、やっと吉田らしさが出てきたか。まだ返しは一つですからね、はい、あ、こちらもローリングエルボー、ローリングエルボー、顔面を捉えましたか、ちょっと抑えてる渡辺智子。こちらもね、やられっぱなしだった伊藤薫が、いやー、得意のヒップアタック、高さ十分、的確に顔面を捉えています。またこの伊藤のヒップアタックってのは痛そうですよね、
お尻が硬そうなんですよね、この人ね。どうでしょうね。これローリングセントンでしょうね。ローリングセントン。やっぱ来た。素晴らしい。ドンピシャリ、ワン、ツー、スリーのタイミングで、あ、しかしよくポジショニングを見ていた渡辺智子、もう冷静であります。お、ブレイザード勇気がトップロープからこの爆弾を落としていく。キャメルクラッチ、ここでロープブレイク。ニュートラルコーナーに頭を打ちつけて、おー、うまい展開だ。フェイスクラッシャー、このあたりもね、渡辺智子得意としている流れであります。さあ、井上貴子とブリアザード勇気、今度は貴子何があるのか。ワープに振って、あー、うまく回転を見て返していった。美しいフォームでカウント2。さあ、ブリザード勇気、どのあたりでね、勇気らしさを、おっと、ボディースラムをうまく返してきました。このあたりテクニックチャンぶりを発揮している井上貴子。目まぐるしいカウント 2.8 の攻防の後に、さあ、もう一度伊藤薫の登場だ。ああ、巻き投げ一戦ですか。アームホイップ、ちょっと拍手もらうと同じ技2回やってしまいますね、やっぱり。はい、さあ、ブリッジで返していく。まあ、非常にスピードのある、ね、アームホイップでしたけども、はい、お、今のオーロラスペシャルを返してロープに自ら飛んで、あー、しかし高角度バックドロップホールドだ。危ないぞ伊藤薫。カウント2。あー、エンズイニーを狙っているのか、エンズイニーを狙っているのか。ニュートラルコーナーに駆け上がった井上貴子、しかし下から捉えていった。いやー、伊藤薫が逆に雪崩式のチョークスラムを食う羽目になってしまった。危ないぞ危ないぞ。うん、フリーダムフォースとしてはですね、まあ、きっちりとこの急増のね、タッグには負けられないという、当然チーム組んでますから、そういった意識はあるでしょう。危ないぞ危ないぞ。伊藤薫が攻め込まれている。ああ、いいタイミングでブリザード勇気がネックブリーカーに入っていって、ダブルフットスタンプ。伊藤薫が生き返った。セントン、カウントはどうか。さあ、やっとフリーダムフォース連携が出てきたか。ボディースラムで落として、あー、ダブルフットスタンプ、これは高子呼んでいた。まあ、さすがにね、この辺り打ってしまうと差し物井上高子も危ない。あー、逆にオーロラを狙っていったんですけれども、これはうまい。目まぐるしい展開、危ない。おっと、危ない危ない。あわやカウント3か。そんな一瞬でありましたが、井上貴子もハッとした表情を見せました。肩車をうまく、あ、かいくぐって、あー、自爆自爆、フリーダムフォースが自爆。うーん、ブリザードちょっと息が合っていなかった。あー、山田がドラースキックだ。後ろ回し蹴り。あー、山田のこのポーズなんか久しぶりに見るような気がしますけれども、あ、この辺りはさすがにうまいか。あー、おっ、ブレーンキック。カウントどうか。危ないぞ危ないぞ。ブリザード行き、右肩をスックと上げましたけれども、あ、この辺はうまく連携を崩していった。あー、場外戦か場外戦か、何があるんだ。三角飛びプランチャーが待ち受けているぞ。得意の吉田真理子18番三角飛び。あ、ちょっと今タイミングずれましたね。自爆で、大丈夫だと思います。自爆ですか。あー、どうしたんでしょうか。フリーダムフォース、今日はちょっと微妙に息が合ってないような感じがしますよね。あーっと、タイミングをずらしてカウンターの速いキック。危ない、危ない、危ない。ブリザード勇気、あーっと、リバースゴリースペシャルを狙うのか、山田敏夫。あー、うまく伊藤薫がフォローに入った。ドロップキック、あ、目まぐるしく6選手が今リング内入り乱れての展開。ブリザード勇気が3人に捕まってニールキックをローキックで倒していった。マフラーホールドですか。おっと、これは新しい山田の関節技ですね。あはあはあはあ、あの山田のマフラーホールドをグラウンドの形に持っていって足もフックしてという複合技だったんですけれども、いやー、これは惜しくもフォローに入ってしまった。
ブリザードユキがちょっと攻め込まれている。注目のブリザードユキはソバット、やはりローリングソバット、長谷川先江であります。おっと、うん、ソバット一発カウント3までは至りませんでした。あ、裏投げの体勢を鍋もやはり熟知しているが、逆に捕まった、高角度裏投げ、おお、ダブルフットスタン、間髪入れずに入れていった伊藤薫。あー、高角度に連発、おー、すごいすごい、この連携は伊藤とブリザードユキ、あるいは長谷川先江ならではであります。うわ、高角度3連発、危ない角度で落ちていって、これはたまりませんね、渡辺智子。あーっと、危ないカウント2。さあ、やはり最終的にはですね、タッグを組んでいるフリーダムフォースがやはり勝機を見出すことができるのか。あ、今のは旋回しての戦闘ですね。あ、カウント今2ですか。今ひねりを若干加えたような感じに見えましたけれども、まあローリング戦闘から、あー、吉田がちょっとね、あー、目測を誤ったか、バランスを崩してしまった。おっと、強引に持ってったら投げっぱなし、ジャーマン。あー、いやいやいや、まだまだカウント3が入りません。お互いもうちょっと技を出し尽くしたそんな感がありますが、ボディースラムから、さあもう一度トライしての三角飛びからのボディープレス。さあ村山大地のカウントはどうか。まだまだ渡辺智子もそう簡単に3カウントを取らせるような相手ではありません。あ、なんでしょう、なんでしょう、なだれ式 DDT を狙ったんですが、ちょっとアピールしてる暇もないか。ヒップドロップはうまく返して、あ、うまいぞうまいぞ、この辺りは吉田らしさであります。あ、カウント 2.8 か。ロープに振って、おー、裏カンラナ、重量級裏カンラナ、あー、危ない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 、おっと危ない、吉田ちょっと今タイミングね、返すタイミングを逸しましたけれども、大丈夫だったか。まあそれにしてもこの渡辺智子の重量級裏カンラナというのもすごいですね。あー、うまく側転でラリアットを返して、あー、逆にクローズライン、体重が十分乗っている、危ない吉田、うん、今の渡辺だったらクローズライン一発で取れるんですよね。取れるんですね、はい、はい、まあ、井上強子張りですからね。あっと、バックドロップ、カノンボールバスターですかね、今狙ったのはね。あー、すごい、あ、よく見てますね、丸田んぼをなんかぶん投げたような、おーおーおー、渡辺智子がスイングしている、完璧なクローズラインだ。カウントどうか、まだ返している、吉田は死んでいないのか。強烈にまだ、あ、出ましたか、バックドロップの体勢からキャノンボールバスター。あ、うん、勝利を確信していたこの渡辺智子、唖然とした表情か。必死になって山と井上貴子が2人を抑えているが、あー、体をうまく入れ返してカウント 2.9。 吉田真理子もまだ死んでいないか。あれほどの大技の連発を食っていながら、まだまだ体を入れ替える力が残っていくか。ラリアット、女長州力と化しているこの渡辺智子であります。今度は叩きつけた、カウント3、渡辺智子素晴らしい。いやいや、最後の後半、これもう5分は鍋の独壇場でしたね。しかしね、さあ最後は渡辺智子がラリアットキャノンボールバスター、そしてラリアットキャノンボールバスター、もう連発連発。まあそれにしてもですね、ロープを揺すってのあの、はい、
スイングした渡辺智子アルティメットウォリアーパフォーマンスで ね良かったですね。いやいやいや、はい、場内大盛り上がりのこの6人タッグマッチでありました。フリーダムフォースの方もうちょっと伊藤に出てほしかったなっていうのがありますね。あ、なるほど、はい、ちょっと今日はまあブリザード行くということもあったのか、はい、連携という意味ではねフリーダムフォースタッグを組んでいる割にはもう一つといった結果になってしまいました。あ、今飛び跳ねて喜んでいる渡辺智子が何でしょうか、鍋ダンスというようなねそんな感じもいたしましたけれども、まあとにかく渡辺智子の小気味のいいというか力強い動きがね目立った今日の6人タッグでありました。見事なスピードと連携を見せました青コーナー3選手持ってまいりました。お疲れ様でした。非常に見ててスピーディーで楽しい試合でしたけれども、そうですか、やってる皆さんはどうでした。そうですね、まあ昨日入った何ですか、緊張のしたシングルとかの試合よりも、うん、まあ楽しんでこういう試合もたまにはいいかなと。最後はキャノンボールバスターねきっちり決めましたけども、どうでした手応えは。もうこんな大きい会場で、うん、勝てたなんて嬉しいですよね。勝利者インタビュー初めて。嘘でしょ。しかもこんな3人の真ん中で、もう世界のチャンピオンの真ん中で。こんな大場所で。すみません。一番幅取って。あ、それは良かったです。どうですかこのヒーローインタビューの。このライトが眩しいですね。今度歯入れといてください。どうですか。いや、でもいい調子で、すごい調子良かったみたいなんで、本当はチェンジ来いとか言おうかなと思ったんですけど、うん、そのままの調子だったらもしかしたらいけるんじゃないかなと思って、今日は主役は譲りました。主役は今日は渡辺選手ということで、はい、どうもお疲れ様でした。おめでとうございました。自分のことなんですけど、マスクをかぶって、何回か試合やったんですけども、初めてちょっと髪の毛を取って試合やったんで、まあ、一番動きやすかったんで、これからユキやるときはこれでいきたいなと。まだユキちゃんというかユキのペースがつかめないんですけども、もうつかめないんだったら悩んでないで、自分らしく元気に試合をしていきたいと思います。フリーダムフォースというのを作ってみんなでガンガンやっていこうって言っているのに、こう自分がやられてしまったので、もっと自分がこう先頭を切って引っ張っていくぐらいの気持ちを持たないとダメですね。反省するばかりです。どうでしょう。はい、そうですね、今日試合やって、今までこう長谷川に先行かれて鍋と同じぐらいの位置にいてやったんだけど、今日やっぱ当たってみて、あと見てみて鍋にね先行かれたんで、そうですね、追いつき追い越せでガンガン行きたいと思います。